はい、どうもサンドでございます。ジョジョピタやっていきましょう。今回スコアタ動画になります。開始してからちょっと2日ほど経っておりますが、何の情報も入れてません。ランキングとかも見てないんで、どんなキャラが使われてるのかちょっとまだ見てないんですけど、まあ、この間のスコアタでハイスコア出せた、キャラ、ボーナスガンムシでリゾットとヨンタロウでいきたいと思います。ボーナスキャラで持ってる GR がディオだけなので、ちょっとあんま使えなさそうなので、今回はこれで、全部使っていきましょう。さあ、とりあえずボーナスが外れたリゾットはどれくらい出せるのか。さあ、お邪魔出す感じですかね。お、穴も出す。ちょっと邪魔くさいな。さあ、いつもなかなか喋りながらやるのが難しい。さあ、スタンドアップ入ってしまった。ちょっとタイミング悪かったですね。しょうがないんで、パネルを大きくしましょう。お邪魔は消えないんですかね、これ。さあ、しょっぱなミスりましたが、早めにリゾットをもう一回貯めたい。お邪魔を消す。うん、お邪魔出してくる系ですね。リゾットではお邪魔が消えないので、さあ、ヨンタロウ、さあ、どんくらい出せるか今回は。もうあんまり消せなかった。おっと、さあ、どこまでいく。今140万点ですね。このペースだと全然いかないぞ。さあさあさあ、お邪魔を消す。お邪魔消したら出してくるんですね。さあ、今回は誰がいいのかな。やっぱお邪魔消せるキラーですかね。キラーじゃないや、川尻。リゾット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 、よし。全然いかないですね。あー、まずいまずい。これお邪魔消したところで新しく出てくるから、あんまり消す意味はないのかな。さあ、終盤でどこまで巻き返せるか。あー、まずいまずい。はいはいはい、よし。600万はいかなそうかな。あー、まずい。もう一回ヨンタロウ打ちたい。よし、間に合った。危ねえ。いやー、やっぱりまだ使いこなせてない感がすごいですね。さあ、最後でどこまで巻き返せるか。
ラストもスタンドアップかな。さあどこまでいける。時間ないんでリゾット打ちましょうか。スタンドアップは入れないかな。入れないですね。ああ600万いかなかったですね。まあ様子見なんでこんなもんでしょう。まあ昔に比べたら全然出せるようになりましたけどね。最後に宝箱開けて終わりましょう。皆さんは今回どんなパーティーでやってるんですかね。さあ宝箱次第ではガチャがもう一回引けると。350かな。っていうことはあと70あれば、70個出れば引けると。まあちょっと少ないからな。行きましょう。ダイヤなしと。ダイヤなしと。300個にかけましょう。ダイヤなしと。久しぶりに300個ください。おっきた！おっしゃ！ということで次の動画はステップ3回せますね。はい、とりあえず今回はこんな感じでした。皆さんの組み合わせスコアなど教えてくれたらありがたいです。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただけるとありがたいです。じゃあまた。